粘り、6対2とリードされた4回、2アウトから6番に下がった石毛。オリックスも野田から今シーズンの1号を西武3点差に追い上げます。森監督は3点差ならばと5回から前田ではなく新谷をマウンドへ送ります。新谷は2回を失点1に切り抜けます。森監督は7対4とまたまた3点リードされた7回、3人目勝ちパターンの香取にスイッチします。キレのに変化球で好投するベテラン香取のピッチングが打線を動かします。2アウト3塁で3番パグリアルーロがカナダの5球目を振り逃げ、ワイルドピッチとなり1点を返します。さらにヒット2本で1点差に追い上げ、8回9番奈良原タイムリーヒット、西武ついに7対7に追いつき、ゲームを延長戦に持ち込みました。勝利へのこだわり、西武は11回から4人目の塩崎に変えて反撃を許しません。12回の先頭は柿内、スリーベースヒット、バッターはあと1本ツーベースヒットを打てばサイクルになる石毛。野村のストレート70球目でした。森監督の勝ちを信じた投手リレーが3時間54分に決着をつける石毛の2号サヨナラツーランホームランを呼びました。だから3塁ということでね、結構楽だったですね。ライオンズの勝利を祈ってくれて応援してくれて本当にありがとうございました。また頑張ります。オリックスはいきなり開幕ダッシュをかけてきた西武特急を早いうちに止めようと1回、日本ハムキャプテン広瀬に出ました、得意のヘッドスライディング。このスリーベースヒットをきっかけに日本ハムは田中のタイムリーツーベースなどで2点を奪うと、続く2回ランナー1、2塁でまたまた広瀬、去年競り合いながら敗れた悔しさを今年はスタートからバットでぶつけます。さらに日本ハムは3回、不振のため6番に下がっていた主砲ウィンターズにようやく来ました今シーズン第1号のツーランホームラン。これで一気に差を5点と広げ、試合を早々と決めたかに思われました。ところが開幕から劇的な試合の続くミラクルセーブ、4回日本ハム先発の武田が突如乱れ、ノーアウト満塁のチャンスをつかむと続く代打の鈴木健が期待に応えて2点タイムリー。これで武田はノックアウト、セーブはこの後さらに1点を加えて5対3、日本ハムナインに嫌なムードが漂いましたが、このイニングから左の酒井光次郎が広瀬を中心とする堅い守りにも助けられ、4イニングをピシャリ。そして抑えのエース金石が8回9回と西武にいつもの反撃を許さず、結局そのまま逃げ切りに成功。やっぱり今年も日本ハムがパリーグを面白くしてくれそうです。緻密な論理の森監督か、興味津々のこの対決、2対2の同点で迎えた5回、西武は4番清原の見事なセンター返しで3対2と1点を勝ち越します。しかしこれではまだ不安と続く6回、先頭バッターの柿内がツーベースヒットで出塁すると、森監督出したサインはもちろん送りバント、確実に1点を取りに行きます。それに対し大沢親分、ワンアウト3塁、もう1点もやらない場面で送り出したリリーフはドラフト1位ルーキー関根。これぞまさしく男は度胸。その関根はまず奈良原を周のファインプレーにも助けられ、なんとか打ち取りツーアウト。そして続くバッター4割男の辻も三振に切って取り、大沢親分の期待に応えます。ピンチの後にチャンス、その裏リックシューがまたまたルーキーの頑張りに今度はバットで手助け、ツーアウト1塁からまさに値千金の同点タイムリー。これで3対3、まさに関根にとっては心臓破裂寸前のこの試合、9回またワンアウト3塁のピンチを迎えましたが、1番辻、そして3番佐々木を三振に切って取り、9回の表も無失点。そんな関根を見殺しにしては男がスタルとばかりに9回の裏、日本ハムはワンアウト2塁のチャンス、バッター田中やりました、サヨナラタイムリーヒット、関根はプロ初勝利、日本ハムは西武に2連勝です。対日本ハム3連敗となるライオンズは2対1と1点リードされて迎えた4回、主砲清原に開幕47打席目にしてようやく今シーズン第1号同点ホームランが飛び出します。西武はこの後さらに1点を加え3対2と逆転。それに対し日本ハムも5回、キャプテン広瀬がセーフティーバンドから気迫のヘッドスライディングを見せるなどしてチャンスは作るんですが、西武先発小野の緩急をつけたピッチングの前に後続がありません。3対2西武リードのまま迎えた8回、なんとか昨日の逆転劇をと粘りのピッチングを見せていた西崎でしたが、その望みを打ち砕いたのがこちら西武のチームリーダー石毛博道、ランナー2人置いてダメ押しともいえるスリーランホームランで6対2、その差は4点と広がりました。しかし粘る日本ハムのこの裏、絶好調男田中にまたまた出ました。
今日2本目のホームランは1点差へと詰め寄る4号スリーラン。まさしく昨日の再現かと思われたこの展開でしたが、ライオンズは香取、杉山、塩崎の3枚ストッパーの後になんと新谷までをもつぎ込んで日本ハムの追撃を断ち切っています。抜け出したいバファローズは1点のビハインドで迎えた4回、ブライアントのいないクリーンナップが炸裂します。中根石井と続いて5番身長167センチの大島がレフトの右を破ります。ランナー2人が帰って逆転に成功。さらに1点追加して4対2、ライオンズからの初白星がぼんやりと見えたその直後の4回裏、高村、古久保のバファローズバッテリーがライオンズの主砲の逆鱗に触れることになります。ノースリーとなった佐々木を結局敬遠して、なんと満塁で清原勝負。清原が黙って引き下がるわけがありません。打球はライト芝生席へ一直線。逆転の今シーズン第4号は清原自身プロ通算5本目の満塁アーチ。鈴木監督呆然です。この後チグハグなバファローズが顔を出します。中根のヒットでセカンドランナー匠がホームを落とせず三塁へ戻ってみると、次のランナーがそこにいた。この回結局得点できず鈴木監督がっくりです。それにしてもバファローズに対しては容赦なく打ちまくるライオンズ。6回にはアグリアルーロが3点タイムリーツーベースを放つなど、トータル16安打の大爆発となりました。元気のないバファローズ、3番手の新谷を打てず結局ライオンズに6連敗。ライオンズヘルパーいつまで続くんでしょう。過失をかけて西武に7回目の挑戦です。連敗ストッパーを託されたのは山崎でした。しかし1回、一塁ランナーへの牽制球がとんでもない方向へ。ボールが転々とする間にランナー2人一気にホームへ。山崎が柳の花の先制点を取られ、近鉄今日も苦しい展開です。近鉄は4回、勝負はここからと円陣を組みました。それを見た渡辺久信、途端に乱調。1点を返し、なおも3人のフォアボールで2アウト満塁となり、7番スティーブンス。甘いカーブを叩きます。2人が帰って3対3の同点。打線に忘れていた自信がよみがえります。続く古久保、145キロのストレートに振り負けません。近鉄はこれまでの屈辱を一気に晴らすように、この回打者12人のビッグイニングとして一挙6点を奪いました。しかし西武は甘くありません。6回7番ブリューは近鉄2人目佐野がカーブを狙われて4号ツーランホームラン。6対5、近鉄1点差に詰め寄られます。鈴木監督は嫌な予感を振り払うかのように7回から抑えの切り札赤堀を投入しますが、2アウトからアグリアルーロにエンタイトルツーベースヒットを打たれます。ここで追いつかれてしまえばリズムは一気にセーブです。6番はここ1番には別個強いベテラン石毛。誰もが抜けたと思った鋭い打球でしたが、レフトスティーブンスが大分キャッチのファインプレー。近鉄は1点を守りきり、今シーズン西武戦7試合目で初勝利です。ちょっとやっぱり行きづらい部分がありますよね。2回目やりづらいよ。やりづらいですね。で配球も変わってくるよ。多少やっぱ変わってますね。やっぱレフトの場合一番被害を受けるのはキャッチャーだもんな。まあそうですね。いくつかぶつけたらやっぱ結構際どいボール来ますからね。まあ自分の打席の時に。飽きたらって分かるもんな。やっぱ分かりますね。でもこれもしょうがないよな。しょうがないです。まあある程度その覚悟してボックス入ってきます。鈴木監督は雨の中のゲームは打撃戦になると予想しました。5対1と4点を追う近鉄はこのまま負けては昨日の1勝が台無しと、5回西武先発小野から山下がレフト前へ、ワンアウトを取られて匠。負けてたまるかの一振りはスリーベースヒット。この回2点を返し5対3と追い上げます。しかし近鉄は投手陣が踏ん張れません。4人目入り機が6回、佐々木、清原、アグリアルーロとクリーンナップに3連打を浴び2点を追加されます。西武戦初勝利を挙げる前ならここでギブアップだったでしょうが、今日の近鉄は違いました。7回ランナーを2塁に置いて代打はスティーブンス。西武2人目香取から3号ツーランホームラン。再び2点を入れ7対5と食い下がります。ところが敵も去るもの、西武その裏すぐにまたまた2点を追加し9対5。どっこい猛牛も突進あるのみです。またのスティーブンス。西武必勝リレー3人目の新谷から連発の4号ツーランホームラン。またまた2点差。そして2塁にランナーを置いて水口、あわや同点のホームランかと近鉄さんから歓声が沸き起こりましたが、
あと一歩及びません。近鉄2点足らず9対7で敗れました。